はい、で挑戦したチームの、友達メインやが、はい、また新しい友達を連れてくるっていうことで、はい、どうぞ。でまあ試合に友達はまだしてないね。まだ。はい。あ、本当。じゃあ試合に先立ちまして、あの調印式を行います。友達メインや、お前らとはな、これが最後の対決だよ。負けた方がユニット解散だよ。タワーシリーズが勝つか、友達メインが勝つか、お前らとはな、もう試合こりごいなんだよ。あのちょっと、いきなり脇澤さんが負けたら解散とか言ってちょっと戸惑ってはいるんですけど、負けるわけねえんだよ、タワーシリーズがよ。え？ねえ。そうだよ、毎回とっかい引っかい友達変えて、うんうん、この3人は去年から戦い合って、そしてベルトを防衛し続けてて、今回もお前らには負けるわけにはいかないんだよ。もう2人しかいないじゃないかよ。おい、誰なんだよ友達。いねえんだろ本当は。おい、友達なんかいないんだろ。おい、いないんだ、うん、友達はいるんだよ。ちょっと時間にルーズな友達なんだよ。最低じゃんだよ、最低じゃん、その友達。ニュー友達カモン、ファイヤー。友達メインヤーの最終兵器、クララキ翼だ。なんだあれ、マユ行け、あいつなんだよ。マユ行け、あいつ倒せ、あいつを倒せ。なんだあいつ、うわっ。最大の敵が現れた。どうする、みんな。最大のピンチですか。最大のプライピンチだ。ああ、いいこと思いついたぞ。なんだよ、マッキー。何？何？お客さんを味方につければいいんだよ。まあ、タワシーズ得意のあれですか。そうだ、ゴマスリ。するしかない、するしかない、するしかない。よし、じゃあ、後楽園に来てくれた先着10名のお客様にタワシをプレゼントします。10人だけですか。そうです。いや、もう10人じゃなくてもう50人にしましょう。いやいやいや、50人なんてちょっと全然少ないですよ。60、70、80いきましょう。そんくらいのお客さんにいっぱい応援してもらわないと。じゃあキリが悪いから、8月10日スターダム後楽園ホール大会、先着100名様にタワシをプレゼントして、みんなからタワシパワーをもらいましょう。おお、よし、じゃあこれだけ必ず防衛するぞ。おー、 We are タワーシリーズ。よし、防衛するぞ。いつものように木村モンスター軍は
こういう会見の場に来ないですけれども、モンスター軍は目の前のことから逃げているだけだと思います。でも7回にね、身も心も万全でベルトを巻くその姿しか今イメージできないですよ。もういいイメージでいきたいと思います。スターダムのプロレスをさらに進化していくためにも、私たちがね、はい、ベルトを取ってタイトル移動させましょうよ。はい。ほんでね、この間木村モンスター軍に負けたら七回りを解散してモンスター軍に入れと言われたんですけど、まあ負けるわけないと思ってますけれども、まあ戦いにはリスクがつきものだと思います。もし万が一負けることがあればもうそれに従うしかないと私は思ってますけれども、そうならないように勝ちに行きますので皆さん応援よろしくお願いします。七重さん、戦う前に負けることを考える選手はいませんよね。そうだね、はい、そうだね。もう私はもう七重さんとの七回り今回勝つことしかもうすでに考えていないです。うん、はい。今まで七回り散々、ね、大事なところで悔しい思いをしてなかなかベルトに挑戦してこれませんでしたが、ついに今回チャンスが来ました。今ここでついにその悔しさを晴らす時が来たと思っています。8月10日必ず7回が勝利して、うん、2人で祝勝会やりましょう。お祝勝会、はい。そしてあ、そうですね、今まですごく応援してくれてるファンの方々、うん、7回りを押してくれてるファンの方々も一緒に、はい、勝ったらパッとパッとパッとやりましょう。パッとドカンといきましょう。ドカンと、はい、ドカンとドカンとドカンと、そうですね、ドカンといきましょうよ、はい。もう我々の連携とかね、チームワークがあれば絶対に勝てると思いますので、はい、ほうちゃんのパッション、はい、そして高橋愛のパッション、これが合わさったら無限大のパッションになるわけですよ。はい、はい、なので勝ってファンの皆様とパッとパッと勝利の美酒を味わいたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。パッションパッション。はい、先日の V10、皆さん応援のほどどうもありがとうございました。おかげさまでずっと目標だった V10 を達成させることができました。外村芽衣子選手は本当に強くて、厳しい戦いだったんですけれども、その分今喜びで満ち溢れています。そして今回8月10日、前回からちょうど1ヶ月後のその日にまた防衛戦を、11度目の防衛戦 V11 が決定しました。そうですね、11度も防衛戦を行えるっていうこともさることながら、まあ、自分に言うのもなんですけども、私5ヶ月連続ここまで毎月防衛戦を行ってきて、かつ防衛してここまでやってきてるんですね。本当に高橋七重、夏木太陽、里村芽衣子っていうもう木村京子強豪と戦って防衛してきてるので、勢いと自信しかないですね今は。まあ、なので V10 達成したので、次の目標は V20、うん、次はこの記録を、こう目標として掲げていきたいと思っています。そしてよしこは今回2度目の防衛戦、あ、2度目の挑戦ということなんですけれども、まあ2回負けたらもう完全な負けですよ。2回負けたら完全な負け。もうだから今回負けたらもう赤いベルトは諦めた方がいいと思う。それぐらいの覚悟を持ってこの赤いベルトに挑戦してきてほしいなって私は思ってますね。まあどんだけの覚悟を持ってきても私の覚悟の方が大きいと思ってますので、私がこれまでやってきた V10 の重みと自信と覚悟、よしこに思い知らせてやろうと思います。応援のほどよろしくお願いします。はい、もうすぐ21歳よしこです。20歳の唯一の悔いはこの赤いベルトのチャンピオンになれなかったこと。だから21歳初の後楽園ホールで自分は絶対この赤いベルトのチャンピオンになってやる。
まあ白井優が10回防衛してスターダム盛り上げたことは否定しねえけどね。あ？歴史も記録も塗り替えられるためにあるもんだ。ええ、てめえのそのベルト姿にはもうみんな飽きてっから。おめえのお望み通り熱い試合をしてすげえ試合してその上でこのよしこさんを勝っていくから、まあ、8月10日スターダム新しい歴史がスタートするからそこのとこよろしく。なんかあんまり勢いづいてるようにも見えないのね、ここ最近。だから何、あ、親分が欲しいのかなって思うので、まあこの試合結果勝敗によって私が親分になってやってもいいなって思ったりなんかしちゃったり思ってます。まあ頑張って8月10日はすごい試合してやりましょう。あ、その言葉そっくりお前に返してやる。ああ、うちの親分はな、夏木太陽だけだ。おめえなんか親分必要ねえんだ。まあなんて言ったって8月10日はスターダムの生え抜きがこの赤いベルトを巻く記念すべき大会だからよ。お前は一生そのベルトはもう負けないから、せいぜい8月10日まで楽しみに。仕事